こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。こんな気分が暗いゲーム再開は久しぶりです。こんな周囲が明るいゲーム再開は全然久しぶりではないわね。さて前回は、青い羊毛まであと蜘蛛の糸一本というところで世代交代となり、ついに私も5代目となりました。今から先代の遺品を引き継ぎに行きますが、かなり不安です。簡易地図はこんな感じで、赤い星が遺品の場所、アイテム回収までの道のりが黄色、そしてアイテムロスとタイマーが動く範囲はこのくらいです。死んだ場所には厄介なモブは残っていなそうだったし、アイテム回収はそれほど難しくないんじゃないの？いえ、現場は洞窟が入り組んでいる上に、クリーパーの爆破でごちゃごちゃしてそうなところが気がかりなんです。素早く安全確保できるか自信がないんですよ。なお収集済みブロックですが、やっぱり次の狙い目は青い羊毛です。あれだけ苦労して材料集めしたことに免じて本気でなんとかお願いします。誰に頼んでいるの？さて、集めた土や砂利の一部は拠点に収納しておきました。あとは夜になるのを待つばかりですが、ゾンビが食料を持ってきてくれたようです。あれ、手ぶらゾンビですか？珍しい。あ、ひょっとして先代からのご加護に食料充実が含まれてないの？先代は食事に困ってなかったものね。まだまだ夜更けまで暇なので、東西通路でさらに土を確保しておきます。今回のアイテム回収作戦は多分、いかに壁作って安全確保できるかが鍵ですからね。さて日が落ちてきたので時間です。なんだか心拍数の上昇がもろわかりでやばいです。こんな緊張したのこの企画開始した時以来ですよ。東西通路上でゾンビが湧きましたが、ここはアイテムロスとタイマーの範囲外なので焦らずに調理します。ふーむ、とりあえずようやくゾンビ肉一枚です。ご加護がない今、もしもアイテムロスとした時にはこの一枚が効いてきそうです。さらに通路脇の洞窟でもう一体ゾンビが湧いてました。お、今度は2枚で平均ドロップ数1枚に落ち着きました。どうやらやっと付き物が落ちたようね。さて、南北通路9本目に突入し、この辺りからいよいよアイテムロスとタイマーが動く範囲に突入です。モブが湧いてなければいいのですが。うおう無事に抜けた。あ、うん使い切っちゃった。そして10本目に入り、前回ラピスラズリ予備要員を足止めしたブロックを排除。もう遺品は目前です。うおう見えてきた。お、やっぱりクリーパー湧いてました。そんな気がしてたんです。うおう後ろにも、油断禁物ですね。油断禁物よね。うおうそっちはもう塞いだと思ってたのに。少し奥の一箇所を塞ぎ忘れててそこから出てきてたわよ。さて再びは座標18の高さに戻ってきました。さて今回は、アイテム回収まであと一歩というところで世代交代となり、ついに私も6代目となりました。今から先々代の遺品を引き継ぎに行きますが、かなり不安です。まだ証拠りもなくアイテム回収しに行ってまた死にに行くの？まだです。まだ終わりません。地上物は破棄して拠点に復帰した頃は、もう朝になっていました。さて、アイテム回収の準備をしないと。先代の私が一度手にしたアイテムにはロストまで5分の猶予があります。そして手にできなかったアイテムのロストタイマーは、タイマーが動く範囲を移動した2分とクリーパー対戦の10秒ほどを要しただけです。つまり通路を駆け足で行けばまだ回収できる可能性が十分あるんです。ただ、さっきクリーパーに爆破され消し飛んでしまったアイテムもあると思います。何が回収できるかは結局運次第という感じです。つまり、重要アイテムだけをロストするのね。さて、土
土だけは近くで集めてきました。まだ日が昇っていますがそろそろ出発します。あら、夜まで待たないの？多少やさぐれていて、もう夜を待つとかかったるいんです。そういう調子の時の方がいい結果が出そうね。とりあえず東西通路上にゾンビが湧きましたけど、村人ゾンビに五光が差しているわけではありません。ちょっとおとなしくして、これどうすればいいの？踊り食いすればいいのよ。さすがに踊り食いは勘弁なので無理やり蓋しますって嘘を。なんか、ペットのゲージからペットが抜け出した方法が分かった瞬間と同じ印象を抱いたんですけど。砂利もうないし、もういいや、やさぐれパワーで正々堂々勝負です。やっぱりやさぐれるとスレイの思い切りが良くなるのね。ふう、ストレス解消には体を動かすのが一番ですね。ゾンビ肉は2枚ゲットです。さて、砂利を補った上で通路9本目のロストタイマーエリアに入りました。満腹ゲージ消耗は考えず全力でダッシュです。うおー、またモブが湧いてなかった。あ、また短い人生だったわね。しかし10本目の途中でクリーパーが湧きました。あら残念、死なずに済む展開のようね。湧いたのが最も短時間で処理できるモブだったので助かりました。間に合いそうです。そして今度こそアイテム回収成功です。モブは湧いている様子がありません。壁作りつつアイテムを拾いつつで大忙しです。多分早くロストするアイテムはとっくに残り1分を切っているはずです。大ゾンビ肉21枚セットも無事だった。回収成功です。さて、これが最後かな。警戒しつつアイテム取り逃しがないか探っていますが、モブの音がしないので実質クリーパーだけ警戒してればいいわけで。お、まだゾンビ肉があった。こっちは短命に終わった5代目の遺品ね。さて落ち着いてきましたが、こうして見るとほんとあちこちに穴が開いてます。おっかない場所でした。さて、いよいよ見るのが怖い結果発表です。今回ロストしたアイテムは、骨粉4個、蜘蛛の糸3個、蜘蛛の目2個でした。あ、やっぱりね。まあ、何かの嫌がらせなのだと思います。なお、土は現場の壁埋めに大量に使ったので詳細不明ですが、他のアイテムは全て無事だったようです。さて、青い羊毛が遠のいたところで廃校探し再開です。南北通路10本目も残り半分ほどです。ところで、最初のアイテム回収で、クリーパーを通路におびき寄せて対処すればよかったんじゃないの？時間の余裕はあったでしょ。モブがゾロゾロすることを考えて、動き回ってあちこちを一気に塞ごうと思ってたんです。そしてクリーパーが突っかえて一瞬で塞げず立ち止まってしまったんです。さてまずは砂利や土の奥から洞窟が見つかりましたが、あるのは水源ぐらいですね。続いてすぐに、また洞窟です。洞窟多発地帯に入ったようです。最近やたら水源を見かけますね。ない時は全然ないのに。それから1分過ぎたところで通路にゾンビが湧きました。お、2体セットは珍しいですね。ゾンビ肉は2枚、やはり平均1枚ペースです。しかしもう28枚とかになっているんですけど、計算上、もし掘り進むだけなら20キロほど行けてしまうようです。ゾッとするわね。まあなんだかんだでそのうちロストするから大丈夫よ。さて、3分ほどで次の洞窟を掘り抜きました。ウオースケルトンの音が怖すぎ。32メートル待機作戦実施します。2分きっちり待機したのですが消えてくれなかったか再び湧いてしまったようです。でも音は遠ざかってる。今のうちですね。おう、ダメでしたか。
再び32メートルタイプ中なのですが、まあちょうどいい感じに満腹ゲージが減ってるので久々の食事タイムです。ハートは3つ分ほど回復できるはずなのでこれで全回復です。通路の前後さえ注意してれば安全なことはわかっているのですが、あまり私を追い詰めないでほしいです。続いて7分後に見つけた洞窟で、下の方に明かりが見えました。多分溶岩ですが、廃坑の松明の可能性もあるので念のため。そして5分ほどで、今度は前方に下がっている洞窟を掘り抜きました。お、ギリギリ届きます。そういえばごく稀なのですが、描画がおかしくなって一瞬だけ地下の洞窟が透けて見える時あるじゃないですか。あれ思い出すと洞窟は割とまばらに点在しているはずなんです。多分洞窟多発地帯の洞窟は全部一続きなんだと思います。それから20分少々で次の洞窟掘り当てたのですが、満腹ゲージが多い時はダメージ受けたくありません。32メートル作戦です。今度はスケルトンは消えましたが、すごくパッとしない洞窟でがっかりです。さて、いろいろあったので今回はここまでです。次回は10本目の残りを掘り切って、要塞生成エリアの方に遠出します。あと、もし今後クモの音を聞いたら掘り当ててでも狙っていきます。ここまで来て青い羊毛が入手できないとさすがに悔しいです。失って超絶痛いものを失っちゃったから気軽よね。それではまたね。バイバイ。